グレゴリー・ル・ノワール・オールマンは、アメリカ合衆国のミュージシャン。サザン・ロックのバンド、オールマン・ブラザーズ・バンドのボーカリスト兼、オルガンプレイヤー、グレッグ・オールマンとしてよく知られる。同バンドのギタリスト、デュアン・オールマンは、彼の2位。ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第70位。1947年テネシー州ナッシュビル生まれ。その後一家で、 フロリダに移住。1959年にナッシュビルの祖父母の家に滞在中、隣人の家から漏れてくるギターの音に魅了され、ギターを購入。ギターを始めたのは兄のデュアン・オールマンよりもグレックが先であった。当時からグレックイコール優等生、デュアンイコール不良の図式があり、勉強もよくできたグレックは一生懸命倍としてギターを買ったそうである。 偉大なるギタリスト、2位、デュアン・オールマンにギターを教えたのもこの弟。その後兄弟は、オーティス・レディングや、BB ・キングなどの黒人 R&B に熱中し、1961年に地元のバンドで演奏するようになる。1965年、グレッグの高校卒業を機に、オールマンズ・ジョイズを結成。南部を中心にツアーに出る。その後、アワーグラスを結成し、 リバティレコードと2枚のアルバム契約に至り、活動の拠点をロサンゼルスに移す。結局、レコード会社のヒット狙いの思考のため、2人のブルース、R&B という持ち味を発揮することはできなかった。3枚目のアルバムで、BB キングメドレーに代表されるような2人の音楽性が十分発揮され、ようやく満足のいくものが出来上がったが、レコード会社は発売を拒否。 彼らは南部に戻り、アワーグラスは解散。しかし、故郷のフロリダに戻ったグレックは、カズと再びロサンゼルスに向かう。当時レコード会社は、デュアンではなく、グレックにソロシンガーとしての才能を見出し、アワーグラスでの借金を帳消しにするという提案を、グレックに持ちかけたのだ。しかしその後、グレックのロサンゼルスでの活動は、ポコのボーカルオーディションに落ちるなど、あまりパッとしなかった。 そんな中、1969年、遠い故郷で、ボーカル以外の最強のメンバーが2位、デュアンによって結成されており、兄の誘いを受け、メンバーの最後に、グレッグが加わることで、オールマンブラザーズバンドが誕生する。1971年のデュアンの死後も、オールマンブラザーズバンドの活動を支え続け、現在に至る。1973年10月、グループの活動と、 並行して初のソロアルバム、レードバックを発表。ジャクソン・ブラウン作の青春の日々、トラディショナルのウィル・ザ・サークル・ビー、アンブロークンなどをカバーしたほか、オールマン・ブラザーズ・バンドのアルバム、アイドル・ワイルド・サウス収録のミッドナイト・ライダー、プリーズ・コール・ホームを再レコーディングした。現役ミュージシャンであり続けたグレッグだが2017年4月に グレックからのメッセージを自身の Facebook に投稿し、長期静養に入っていることをファンに知らせた。グレックからのメッセージ、はい。私は現在サバンナの自宅で、医師の指示により静養中です。皆様方すべての愛に感謝しています。また近いうちに、みんなの前に立つことを楽しみにしています。キープロッキン、2007年、 過去の不衛生な姿勢処置において感染したと思われる C 型肝炎を発症。その翌年には複数の肝腫瘍が発見されたことから2010年に5ヶ月のウェーティングを経て肝臓を移植した。肝移植は成功したものの、その後も肺手術とリハビリを必要とした感染症を患うと健康上の問題を抱えていたグレッグ・オールマンは 2017年5月27日にサバンナの自宅で肝臓癌の合併症により69歳で死去した。ありがとうございます。